花銀行は大韓民国の大手銀行の一つである。韓国外韓銀行はかつて存在した韓国ソウル市な各に本店を持つ銀行であった。通貨金融機関であったが1989年に市中銀行に転換した。韓国内では一般に外韓銀行もしくはケブと呼称されていた。日本においても 銀行業務を認可されており、日本国内に西店に出張所を展開していた。ここでは、旧花銀行を吸収した後の、現花銀行についても説明する。2015年9月1日に花銀行と合併し、ケブ花銀行となり、韓国で資産規模が最も大きい銀行となった。合併後の存続法人は、韓国外関銀行となるが、定款上の法人名は、 株式会社花銀行とし、称号をケブ花銀行とする。合併後の新会社のロゴは花銀行のものをそのまま使用。合併後の在日支店では、全銀システム上の金表記は花となっている。韓国の金融委員会内市金融監督委員による現在の分類では、市中銀行とされており、銀行コードは例語を付与されている。 韓国外貨銀行法に基づく国営の通貨、金融機関として設立されたが、同法の廃止とともに、市中銀行に転換、民営化され株式上場された経緯を持つ。日本で言えば、横浜商金銀行旧東京銀行三菱、東京 UFJ 銀行の経緯、携帯によく似た銀行である本店は、ソウル市中区ルチロ六64所在。店舗数は354店。 預金んは、韓国国内で、第6位を誇る。韓国内で放送されるテレビ CM には、イメージキャラクターとして、ちじにを起用している。国際業務主に外国合わせを取り扱う、銀行としては、韓国国内最大の銀行であり、世界120カ国以上の通貨に対応している。国際金融、 外為業務に強く、韓国の輸出入にかかる資金移動の50%近くを担っている。韓国内のニュースでは、外国為替関係の報道がなされる場合、外韓銀行本店のディーリングルームの映像がよく使用される。ケドのメインバンクとして朝鮮民主主義、人民共和国に出張所を置いているほか、2004年には、イラクの在ン部隊にも出張所を設置した。 企業向け金融にも強かったが、アジア通貨危機の影響を受け、ドイツのコメルツ銀行の救済出資を受けている。経営2003年、アジア通貨危機により、国際取引戦率が高い路口は甚大な影響をこむり、経営が逼迫し、破綻寸前とまで目された。これに対し、米国系志望ファンドローンスターキャピタルが、救済出資介入を行い、 同行並びに連結し会社ケ部外観カードの発行済み株式の50.53%を投じ、レートで約1兆4千億円の格安価格で買収したや、メグロガジョ園などに多数出資している。2004年、ジェイスマンハッタン銀行アジア太平洋部門を統括し、コロンビア大学でも教鞭を取っていたロバート・ファロンが会長に就任し、2007年までの4カ年で10億ドルの 利益を出すことを目標とする事業再生計画を推進した。その後、積極的なリストラが進められたが、地元韓国の商習慣や文化に配慮しつつ、経営資源の統合、再配分を行い財務内容を整理して、同行の黒字転換に成功した。2006年5月、経営改善が一段落したと見たローンスターキャピタルは、投資利益を確定させるため、 韓国最大修行である国民銀行に対して所有する同行の全株式を売却することで同意したと発表、同行は国民銀行グループ参加に入る予定となった。しかし、ローンスターによる韓国外関銀行及び連結子会社であった旧ケブ外関カードの株価不正操作疑惑が持ち上がり、同行を不当な低価格で買収した容疑、脱税容疑、 外貨密輸入容疑で検察庁が捜査介入、株価捜査による不当買収容疑について起訴された。起訴に伴い、2006年11月、国民銀行への全株売却は白紙撤回された。2007年9月、欧州銀行最大手である A、HSBC ホールディングスがローンスターから所有する韓国外貨銀行の 発行済み株式51%を63億ドルで取得することで条件付きの合意をしたと発表した。付帯条件の内容はローンスターによる旧ケブ外観カード株、韓国外観銀行株の株価不正操作疑惑などの裁判の解決、並びに韓国行政当局による HSBC の動向、全株式取得についての同意であった。これによりローンスターは 同行から完全に撤退して、同行は HSBC グループ参加に入る予定となり、2002年にソウル銀行、2004年にハンビ銀行、1998年及び2005年に韓国第一銀行の買収を手掛けながら、不調に終わっていた HSBC は、香港と並ぶ将来のアジア拠点の一つと目していた、念願の韓国大手銀行の HSBC グループ導入を叶えるかと思われた。しかし、2008年9月、HSBC ホールディングスは、取得先、交渉先のローンスターと取引額の見直しで合意に至らなかったことを理由に、ローンスターが保有する韓国外関銀行の株式買収を取りやめる方針を発表した。2009年5月、 韓国の政府系金融機関韓国産業銀行がローンスター保有の韓国外関銀行株を買収する可能性を示唆したがローンスターからの売却先は二点三点した状況が続いており動向はなかなか安定基盤に軟着陸できない状況を続けている。現行ローンスター市会社である LSF ケブホールディングス SCA が51.02%出資している。 2010年11月、花金融グループがローンスター保有の同行株式を買収することを発表。2012年1月、花金融グループへ売却され同グループ入りをした。2015年、合併に反対していたローソ側と経営側が合併に関して基本合意し、9月に韓国外関銀行を存続業として花銀行と合併し、 ケブ花銀行が誕生。これにより、総資産で現在トップの国民銀行を上回り、国内最大の銀行が誕生することになる。日本国内業務を認可した金融庁の分類では、外国銀行とされ、統一金融機関コードは0423を付与されている。合併後の花銀行でも、コックスの0423を継承してしよう。在日支店のモットーは、 韓国と日本の架け橋並びにお客様との出会いを大切に国際業務展開に際して東京をニューヨーク、ロンドンに並ぶ重要市場と捉え同行設立と同時に東京支店が開設されたその後主に貿易関係の B2B ビジネスのみならずリテール展開を模索して日本国内で在日韓国人並びに韓国系日本人の居住数が 最も多い大阪市に大阪支店を、ついで多い東京都新宿区に新宿出張所を展開している。2013年11月には、韓国富山との定期航路を要する九州、福岡地区に福岡出張所を開設した。現在は、旧ケ部側の店舗を、日本国内に、計算営業拠点を展開している。旧花の店舗は、合併時に、 近隣ロケ部側の店舗で業務を一部継承したために廃店となった。新宿出張所は、救命、新宿相談所の名で、かつて、韓国系の広域審査アスカ信用組合の本店2階に、空中店舗として所在し、韓国向け送金業務を取り次ぎしていたが、2008年6月に、現所在地に移転。東京支店の災害時代替店舗として、指定されていた。 2016年5月31日をもって、新宿出張所は閉鎖した。2008年度の在日支店の業績は、資金運用環境の悪化から、なんとか経常利益は63億9300万円を確保したものの、経常費用がこれを上回って20億2300万円の経常損失を出し、前期からの繰り越し利益上預金ではこれを賄いきれず、 本店から12億3000万円の損失補填を受ける苦しい決算となった。解説講座には、支店番号4桁と、口座番号6桁が付与される。取扱いや手数料の一部には、東京支店口座、大阪支店口座で異なる部分が散見される。在日支店の口座のキャッシュカードは三井、住友銀行並びに、イオン銀行及び、セブン銀行と ATM 提携をしている。 日本円と韓国ウォンの為替レートは東京支店、大阪支店が独自に設定しているため支店によって異なる。また、日本の全国紙が掲載する為替レートは三菱東京 UFJ 銀行レートを記載することが多いが、同行ではソウルレートを用いているため日本紙の報道と同行の為替レートは異なる。なお、同行国内支店のレートは 韓国内視点で用いるレートとは異なっているものの、韓国ウォンを取り扱う民間両替所や一部銀行に比べ、顧客に有利なレートで両替できる。日本円、韓国ウォン間の両替は、紙幣のみで原則500万ウォン相当まで受け付ける。以前は外貨宅配サービスを行っていたが、 韓国通貨危機器による為替変動の激化に伴い2008年10月よりサービス提供を中止した。顧客の PC を利用したインターネットバンキングサービスのみ提供している。オペレータ対応によるテレフォンバンキングや携帯電話によるモバイルウェブバンキングサービスは行っていない。インターネットバンキングのためのサーバーは日本に置かず、韓国の本店サーバーを使用して運営している。 複数台の PC でサービスを利用するには認証キーを該当 PC の HDD、あるいは PC がローカルにアクセスできるストレージ機器にペーストすることによってログインが可能となる。ありがとうございます。